ついにコロナウイルスの第7波に、日本も見舞われちゃってるね。北海道を例に挙げても、1日の感染者数が3000人を超えているみたいだぜ。これは過去最悪の数値みたいだな。怖いよね。それに飲食店にも再び影響が出始めているみたいだし。コロナが流行り出せば、客足も遠のくだろうからな。飲食店を営業している人たちにとっては、今のコロナ禍は本当に苦しい時期だよね。たくさんのお店が閉店に追い込まれちゃっただろうし。政府からの補助金が出るとはいえ、立ち行かなくなった店も多数存在するからな。こればかりは誰を恨むわけにもいかないしな。感染予防対策に力を入れて、お店の信用を上げるしかないね。今の時代、いかにコロナに向き合っているかが、業績にも影響するだろうし。だな。何にせよ、まずは一人一人が感染を予防する意識を持っていくことが大事だと思うぜ。今年の猛暑と合わせて、感染者はまた増大しそうだし、気をつけていかないとね。さて今回は、戦闘機をめぐっては連敗の続くボーイング社の救世主となると囁かれている、F-15EX について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年2月2日にアメリカの軍事航空企業大手ボーイング社の F-15 イーグル戦闘機の最新バージョン EX が初飛行し、およそ1時間半にわたるテストを無事終了させたと報じられたよ。ボーイング社は売上や規模から見ればアメリカのみならず世界最大の軍事航空企業だけど、もともと軍事部門の航空機は大型の爆撃機などが主力で B-52 戦略爆撃機などを用しているんだ。これはボーイング社の素地が民間用の大型旅客機事業にあったことからその技術やノウハウが転用されたものといえ、戦闘機部門は専門外で同業他社に大きく遅れを取っていたみたいだな。そこでボーイング社は1997年に戦闘機部門で数々のヒット作を持っていたマクドネル・ダグラス社を傘下に収めることに成功。これを吸収する形で自社の業用を一気に拡大したね。旧マクドネル・ダグラス社といえば、F4 ファントムや今回の F-15 イーグル、そして空母打撃群の主力 FA-18EF スーパーホーネットなどかつてはアメリカ軍の主力戦闘機を多数輩出していたよ。かつてのアメリカを支えた軍事企業だったんだね。とまあいわゆる第4世代戦闘機までは市場を支配していたのが旧マクドネル・ダグラス社とそれを吸収した現ボーイング社だったんだけど、第5世代戦闘機ではロッキード・マーチン社に停滞を反撃をかぶったってわけ。世界初の第5世代戦闘機である F-22 ラプターをはじめ、続く F-35 ライトニング2で完全にロッキード・マーチン社に敗れた形となったボーイング社は、今やその隙間需要が生命線といった体に見えるな。やっぱりアメリカの軍事企業といえば、真っ先にロッキード・マーチン社が頭に思い浮かぶもんね。軍事大国アメリカでは、軍事産業も競争率が高いんだろうし、今回の F-15EX が製造されたものの、本来であれば旧式化した F-15CD を F-35 ライトニング2で代替する予定だったものが、その開発遅延などから生じたある種偶然に近い幸運だったんだ。ボーイング社としてはこの機会を逃すまいと大幅にアビオニクス等を刷新したこの F-15EX に、社用となりつつある同社の戦闘機部門の未来を託した形だとも言えるかもしれないな。F-15EX で業績の挽回を狙っているってわけだね。競い合うことでより良いものが作れるなら、それが産業の発展にもつながるだろうし。ただ初飛行には無事成功したとはいえ、F-15EX の調達予算は未だ8機分までしか承認されておらず、最初の2機を2021年3月までに納入し、残る6機は2023年までに適時納入が行われる予定なんだって。これらの納入と並行し追加調達の是非が決定するものと見られているんだけど、最新型とはいえ今さら 4.5 世代相当の同機を多数調達することにはアメリカの内部でも反対意見も多く聞かれるみたい。現状最大であれば144機を調達する可能性もある案件だけに、ボーイング社としては是が非でも今後の性能評価をパスしようと注力しているのがまさに今だと言えるだろうね。F-15EX は近年の機体ではカタール向けに生産した F-15QA が最もこれに近いと指摘されており、飛行制御を行うシステムには最新のフライバイワイヤー方式を採用しているよ。加えて操縦席には大型のディスプレイと1秒で約870億回の演算処理能力を持つフライトコンピュータを備え、最新の電子戦対応システムも盛り込むなど近代戦の能力向上は著しいものとなっているんだ。機体そのものの強度も最大で 9G に頼る頑丈さを実現しており、兵装に関しても最大12箇所のハードポイントを備え、制空戦闘機として必須の空対空兵器の搭載量を向上させているよ。さすがに性能面でも力を入れてきているね。 F-15EX の存在は日本にとっても重要と言えそうなんでしょ？そうなんだ。というのも2020年7月には航空自衛隊の保有する F-15J の一部に近代化改修を施す契約が、
ボーイング社と三菱重工業間で締結されているからだね。この F-15J の近代化改修の内容というのが、アメリカでの F-15EX の有する機能とリンクするのではないかと推測されており、それを占う上でも鍵になるのではと思えるためだよ。ただし個人的にはアメリカ空軍と日本の航空自衛隊が求める要件とは異なっているように感じられ、前者は空対空、後者は空対艦空対地攻撃能力が重視されるものになると思えるぜ。航空自衛隊の場合は2035年前後から退役が開始されると見込まれる F-2 戦闘機は、開発を開始した次世代戦闘機で代替するものとなろうが対中国軍に向けた長射程の空対艦空対地兵装が急務となっているからね。ステルス性能を重視するがゆえに胴体内のウェポンベイに兵装を収容する必要がある F-35 ライトニング2や、次世代戦闘機ではその制約が大きく、長射程の空対艦空対地ミサイルの運用機が必須なんだ。この目的をカバーするために行われるのが航空自衛隊の F-15J の近代化改修であり、空対空の制空戦闘を主眼としているアメリカ空軍とはおのずと違いがあるように感じられるよ。またアメリカ軍では第6世代という古名はあえて避けているようだが、F-35 ライトニング2の次の戦闘機に関しても、実は2020年には初飛行を済ませており着々と実用化が進められているというぜ。これを鑑みればこの新型戦闘機の実用化の時期とコスト次第で、F-15EX が現状の8機以上の調達を獲得できるのか否かは大きく影響を受けそうだと思えてならないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。